ヤマトインターナショナル東京本社ビルは東京都大田区に所在する建築物である大田区平和島の西部倉庫群の中に位置し南北約140メートル高さ約40メートルの異様を誇る大阪府と東京都に日本社製を敷くアパレルメーカーヤマトインターナショナルにより建設された当初は1階から3階までが倉庫4階以上に 役員室や事務室を置いていたが、物流体制の変更で倉庫が不要になり、組織再編で自社オフィスとして使用する床面積も減少したことから2002年より空いたフロアにテナントを入れている。北側を走る、館7通りの高架橋の高さに相当する1階から3階にかけては、がっしりした基段として作られ、4階は平和の森公園と接続する。 人工地盤として解放されている。4階より上部は霧妻屋根や窓など住居を思わせる要素が不規則に積み重ねられている。設計者の原は1970年代に世界40カ国の集落を調査旅行しており、雑然として見える集落が実は緩やかな秩序に基づいて全体の調和を織り成しているという発見を建築に投影した。 公園に面した西側の機関学的衣装は、おとぎの国を思わせ、上部には雲を模した装飾が施されている。白く柔らかく輝く質感を求めて、外装には藤刺し市に発注したアルミニウムパネルを多用した。建物内部にも設計者の思考が凝らされ、窓ガラスには、周囲の風景に合わせて一枚ごとに異なるエッチングが施されている。エレベーターホールの窓ガラスには、 手前にあるフラクタル機化のように加工された手すりとの重なりで絵が生まれる仕掛けが用意されている。本建築は1988年に第1回村の統合賞と第29回建築業協会賞を受賞している。伊丹13監督の映画マルサの女にではロケ地として使用された。ありがとうございます。